溶けたビー玉。このお話は本当にあったお話です。動画完成のもと、三番町に住む明夫の家では薄暗い部屋で、お父さんは夜勤の仕事に出かけ、お母さんは縫い物をしていました。そしてそのそばで明夫と直子はビー玉で遊んでいました。兄ちゃん、面白かったね。今日のビー玉、うちが買ったんじゃけ。この綺麗なビー玉、一つちょうだい。ビー玉は僕の宝物じゃけ、ダメダメ。ねえ、ちょうだい。今頃、ラムネも売っちょらんから、ビー玉を集めるのは大変なんぞ。もう、お兄ちゃんのケチ。ほらほら、明夫と直子、今夜も空襲があるかもしれんから、はよお寝んさい。今頃、毎晩のように空襲警報で起こされて嫌じゃねえ。二人はそう言いながら寝床につきました。それから間もなくのことです。空襲よ、空襲よ、早よ起きんさい。二人がお母さんに揺り起こされた時は、キューン、ゴゴゴゴゴゴと空気を引き裂くような爆撃機 B29 の爆音、そしてザザザザザザザと夕立のような音がしていました。お母さんは慌てて網戸を開けました。ああ、焼夷弾で昼間みたい。二人とも早く防空頭巾と非常袋をつけて。お母ちゃん怖い。お母ちゃん大変じゃ、西筋の方が燃えちょる。はよはよ、僕の声入らんと危ない。ほら、急いで急いで。みんな転げるように防空壕に駆け込みました。3人が防空壕に逃げ込んだ時です。ヒューン、ザザザザザザ、バシャー。すぐ近くで焼夷弾の弾ける音がしました。お母ちゃん、近いようじゃけど大丈夫じゃろうか。どうじゃろうね。僕ちょっと見てくる。危ないからダメ。明夫はお母さんが止めるのも聞かず外を覗いてみました。倒れる人、服に火がついて燃えて苦しんでいる人、
それらを見ても助けてあげることができません。あ、お母ちゃんと直子がおらん。お母ちゃん、直子、お母ちゃん、直子。明夫はお母さんや直子とはぐれて、いつの間にか毛利邸の近くの小川のほとりまで来ていました。おい、そこの坊や、危ないからここへ入れや。どこかのおじさんが橋の下から大声で叫びました。秋代が慌てて橋の下に潜り込んだその時、ヒューン、ザザザザザザ、ガツンガツンと音がして何かが倒れました。秋代は慌てて目と耳を手で押さえてしゃがみ込みました。お母ちゃんと直子は無事じゃろうか。ようやく B29 が去っていきました。秋代は町の方を見て思わず息を呑みました。ああ、町中が燃えちょる。ほんまに火の海じゃ。ああ、生き地獄を見てしもうた。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。ほうほう、火は手当たり次第に炎と一緒に物を巻き込んでいます。火が風を呼んで竜巻も起きています。長い長い夜が終わり、東の空が明るくなってくると、橋の下からみんながぞろぞろと出てきました。徳山の町がなくなった。ほんまじゃ、ここがどこやらわからんようになってしもうた。あの向こうに徳山駅がポツンと焼け残っちゃる。ああ、しかしこんなに焼け野原になってしもうて、徳山はどうなるんじゃろう。家がどうなっちゃるか帰ってみよう。一人が帰り出すとみんなも慌てて帰り始めました。焼け野原になった町は瓦礫で道はなくなり、方向も距離もよく分かりません。秋代は焼け残った徳山国民学校を目当てに家に帰りました。はあ、僕の家もやっぱり燃えてしもうちょる。秋代はがっかりして焼け跡に座り込みました。お母ちゃんも奈子もまだ戻っちゃらん。どこへ逃げていったんじゃろう。もしも誰も帰ってこんじゃったらどうしよう。その時です。朝日が当たって目の前で何かが鈍く光りました。なんじゃろう。近づいて手に取ってみました。あ、こりゃ僕のビー玉じゃ。溶けてぐちゃぐちゃになっちゃる。僕の宝物じゃったのに。ナオコが欲しがっちょったあのビー玉もダメになっちゃる。秋代は急にナオコやお母さんのことが心配になってきました。二人とも死んじょるかもしれん。どうしよう、どうしよう、どうしよう。秋代はビー玉を握りしめ、お母さんと直子を探しに徳山女学校の方へ走っていきました。
徳山女学校の焼け跡に来てみると、夕べの空襲で亡くなった人たちがたくさん並べられていました。この中にお母ちゃんや直子がおるかもしれん。秋代は並べられた死体の間を必死になって探して歩きました。あ、お母ちゃんと直子が。お母ちゃん、直子死んじゃいけん。ねえお母ちゃん、直子。秋代は二人を揺さぶり続けました。玉は直子が欲しがっちょったもの。溶けてきたのうなったけど、あげるよ。秋代は泣きながら冷たくなった直子の手に溶けたビー玉を握らせてあげました。お父ちゃんを探してくるから待っちょってね。秋代は圧巻道路の方へ走っていきました。圧巻道路でも死んだ人たちがたくさん並べられていて、それをトラックに集めて回っていました。そしてたくさんの人が親や兄弟や知人の名前を呼びながら探していました。お父ちゃんはきっと生きちょる。秋代は何度も自分に言い聞かせました。お父ちゃん、お父ちゃん、お父ちゃん。秋代、秋代は誰かに呼ばれたような気がしてはっと立ち止まりました。お父ちゃん、秋代無事じゃったか。えかったえかった。お母さんや直子はどうした。どうした、うん、どうした。お父さんは秋代の顔を覗き込んでみました。お母ちゃんと直子は死んだ。秋代はお父さんの胸に顔を忘れて、あっと泣きました。そうじゃったんか。秋代の肩に置いたお父さんの手は震えていました。たくさんの死体は2、3日して歩行寺や八正寺や本正寺の庭に大きな穴を掘って板を敷き、その上に並べて焼きました。赤黒い煙が真夏の空に悲しげに昇っていきました。時々火柱がぼーっと立ちました。人を焼く匂いが町中に広がっていました。お父ちゃん、あの火柱はみんなの魂が天に昇っちょるんじゃね。そうじゃの。今度の空襲では町のほとんどが焼かれてしもうて、両家の人が死んでしもうた。それに怪我人もよう蹴れた。ひどいもんじゃの。僕のクラスには疎開をせんかったもんが半分ぐらいおったけ。哲夫くんや次郎くんや修造くん、それに恵子ちゃんや陽子ちゃんも死んでしもうたらしいよ。すごいの。こんなことで死ぬのは悔しいの。秋代とお父さんはいつまでも煙を見ていました。
福山の空襲から20日たった8月15日正午、ラジオの重大放送で戦争が終わったことを知らされました。もう空襲はないんじゃね、夜電気にカバーせんでもええんじゃね。お母ちゃんや直子が生きちょったら喜ぶだろうね。お母さんや直子はもう戻ってこん。直子は生まれてきてからずっと戦争じゃったから何にもええことはなかったの。お父さんはぽつりと言いました。